どこをターゲットに狙ってくるでしょうか。キッカーはレフティーの船木です。今シーズン北九州戦では直接ゴールも決めていますが、遠いサイド瀬古動き出して巻いてくるボールニア、これはゴールが決まりました。セットプレーからの3点目、うまくニアサイド入っていって3点目のゴールを叩き込みました。セレッソ大阪 U23、 今のはこれはゴールキーパーに最後当たっていますが、ニアサイドに入って流し込んでいったのは米沢ですかね。米沢の